よーい、入ってる入ってる。おー、これが明日調理されて私の胃袋の中に入ります。今から上がってきますって。これがアナゴ漁。うわー、これを明日の朝までここに置いとくんですか。はい、昨日取ってきた魚を全部加工するんですか。うんうんうん、注文だったり、うん、大きいサイズ、うん、値段も安いサイズ。そうなの、お得って感じ。私前東京に住んでたんですけど、綺麗、これヒラスだって銀色だ銀色だマグロ。ちょっと開いたドアから絶景が見えるんだけど、すごいな、ここすごいな。真空パックの作業中です。もう一人の方が持てた持てた。うわー、これが真空パック、あ、挟んでるんだここ。もう挟んで空気抜いて、すごい、なかなか見れないこの景色は。パックスの注文とキロスの注文があるんです。あ、そっか。キロスの注文は何パックになるのか、うんうん、まだ、あ、これ知ってるよ。これあのラップで包むやつでしょ。子供の頃面白くて見てたな、ラップ。ここすごい新しいよね。なんかね、今年から体験でなんか魚をさばく体験とかやるらしいよ。健太郎さんが真空パックで詰めて奥で測ってます。アナコを測ってます。またこれも連携プレー、すごい連携プレー。面白いね、これ面白いね。邪魔にならないように。すごいね。マグロがあるよ、マグロが。あれが氷を止めとく場所ね。氷で冷やされているマグロ。あ、でもこのアナゴを真空パックにすると結構持つんですか。うん、組織弁が結局いくか決めてるんですけど、うんうん、賞味期限で3日なんだって。へえ、結構早いね。もうそれだけ新鮮なアナゴが届くってことだよね。前日取ったアナゴを朝閉めて真空パックにそのまましてパッソ。慣れてる、慣れてるよ。そして誰かが持ってって真空パックにする。あ、あれが送るやつだね。ただいま朝の10時ぐらい、あと1時間で勝負が決まります。真空パックが進んでる。この外がね気になったからね、ちょっと出てみる。こんな風になってんだ。この機械なんだろう。あ、イカが回ってるよ、あっち対岸。イカが回ってる、ちょっと待って。ほら、ズームするよ、ズーム。ほら、イカ。イカが回ってる。あれイカなの？イカかな、本当に。いや、でもあれはイカだと思う。ここでも回ってるんだ。綺麗。そして今日はね、あったかい。あ、ここで加工してるの。なんでぐるっと一周回るとね、多分ここからね、昨日お兄さんがねポンって飛び降りてね、
対岸のねあっちの土手に上がって、で、あの船が昨日アナゴを釣ってきた船、めっちゃ近くない？船から加工場まですごい近い。そして今日も工事が進んでおります。のどかだな。いいね。このウッドデッキすごいね。見てほら、テトラポッドの上に土台つく。危なくないのかなこれ。面白いね。あれは干すところかな、一夜干しとか。やっぱね、対馬の海ね、綺麗だね。これ海だよ。しかも北勝港の海だよ。対馬第二の都会、北勝港なのにこんなに綺麗。やばいね対馬。海猫ちゃんがのんびり泳いでる。また作業場に戻ってきたよ。これ全部真空パックにするんですか？はい、そうですね。へえ。場所場所の色っていうのを取り合わせて。ああ。ほら、新鮮なアナゴ。あっちが大きいサイズ。真空パックで送られるアナゴ。あ、氷で、アナゴ送るときこんな風に送られるんだ。あれ、納品書貼ってるんだね。なるほど。かっこいい。めっちゃ綺麗に。ケンタロウさんがアナゴをさばいて発送するまでを担当してんだね。まだ生きてるのがいた。これ何用ですか？これちょっとなんか数がちょっと足りなくて。それの追加で。追加、はい。細かく調整が入るんだ。バレてる。アナゴって結構凶暴って聞いたことがあるんですけど。噛みますよね。結構痛いですね。何回か絡まれました？金太郎さんが丁寧に梱包しています。やり直しが出ました。チェックが入りました。検品まで行ってます。 YouTube スクールやってます。あそこで魚をさばいているよ。すごい。あ、3兄弟揃った。ここで3兄弟が揃いました。すごい。長男の新一さん、三男の健太郎さん、で次男の純一郎さん、魚。これ何の魚ですか？ブリですか？昨日ね、細井さんと話しててね、
ブリが今年はあんまり取れんでねって言ってた。うわえ、これどこのブリですか？秋島です。あの近くに水揚げされたブリ？はい。かっこいい。ちょっとこれ3人とも画角が映る感じで撮りたいな。こんな感じ。かっこいいよ3兄弟。うわあ。早っ。純一郎さんがね、寿司処新一さんのね大将なの。ここにマグロもあるの。すごいね。純一郎さんも魚さばくの見よう見まねで覚えたんですか？いや、私捕まえずとしたら。あ、そうなんですか。どこで板前されてたんですか？福岡で。深いね、ブリ。うわそうそう思ったんだけどね、アナゴをさばく包丁とね、このブリをさばく包丁が全然違うね。アナゴはあんな感じ。ほら、このブリとかマグロはお店用ですか？はい、店用ですね。また次のブリが来た。このさ、魚をさばくやつでさ、一本の動画ができるよね。こっちはアナゴ、現れているブリ。料理できる人めっちゃかっこいいよね。しか言えない。あと15分、11時まであと15分切りました。こうやって冷蔵にして送るんだって。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねお願いいたします。またいつもたくさんのコメントありがとうございます。ショート動画でコメントに対する返信を抽選で行って、お返ししていこうと思ってますので、楽しみにしていてください。また、番組途中の CM を募集しています。公式 LINE？ こっちに公式 LINE に、登録してもらって、動画で送ってもらえれば、番組内に差し込めるので、皆さん送ってみてください。
ではまた次の動画でお会いしましょう。 Twitter もやってます。